伊丹市教育委員会事務局幼児教育推進課の矢田です。今日は市民の方を対象に動画配信をさせていただきます。今日は第1回目ということで、伊丹の幼児教育ビジョンについてお伝えしたいと思います。今国内外において0歳からの幼児教育の重要性が改めて見直されています。この乳幼児期は人格形成の基礎を培う重要な時期と言われていますが、この時期の経験の積み重ねが大人になってからの生き方に大きく影響すると言われています。そのためにも乳幼児期はどのように発達をするのか、大人はどのような関わりが良いのか、子どもたちはどのような経験を積み重ねると良いのか、子どもの行動の意味、大人にとっては困った行動の時もありますが、子どもの行動の意味をどのように受け止めると良いのかなど、この動画配信でお伝えできればと思います。0歳からの乳幼児期がどのような時期かと言いますと、人生の始まりでもあります。一言で言いますと、心を育む時期だと言われています。人は生まれてから首が座ってハイハイをして、やがてつかまり立ちから一人で歩くようになるなど、自分でできることが増えていきます。これは目に見える部分です。しかしながら、その背景には心の成長があり、これは目に見えにくいものですが、ここが人格形成の基礎と言われる非常に大事な部分だと思います。抱っこされて安心する、温かい言葉のシャワーを浴びる、面白いものや不思議なものに出会う、友達に出会い一緒に遊んで楽しい、喧嘩をして悲しい、そういった心情や自分で自分でという意欲、物を大事にする、人に優しくするといった態度、これら心情、意欲、態度を育む、まさに心を育む時期なのですね。そのようなことからも、伊丹はやはりこの0歳からの幼児教育が大事なんだということで、伊丹の幼児教育ビジョンを平成30年3月に策定いたしました。それでは今日はこの伊丹の幼児教育ビジョンについてご紹介したいと思います。乳幼児期の子どもを育むときに大切にしたいことはたくさんありますが、伊丹はその中でも特に3つのキーワードを大切にしたいと考えています。それが愛情、自然、言葉です。それでは順番にご説明したいと思います。まずは愛情です。愛情については次の3つを大事にしたいと思います。まず1つ目、ありのままの私とあなたを大切にする。子どもにとって大切なのは、ありのままの自分を愛されて育つことです。何々ができるから、何々ができるようになったからあなたが大切ではなく、ありのままの自分を愛されることが何よりも大切です。言葉でのやり取りができない乳児の時から、泣くなどの働きかけに周りの大人が温かく応答してくれる、不安や欲求不満がある時常に寄り添ってくれる大人がいるなどの体験を繰り返す中で、自分は価値のある存在なんだという自尊感情、自分が大好きというような自分を大事にする、そういった気持ちを育むことが大事です。2つ目です。一人一人みんなは違う、多様性を認め合う。人は一人一人違って当たり前です。ありのままの私、自分とあなたをお互いに認め合う中で、自分でいいよという自分を大切にできる心、あなたでいいよという人を肯定できる心が
育まれていきます。自分を大事にして相手も大事にする、そんな子供に育ってほしいと思います。3つ目です。お互い様の子育てを。これは大人の在り方です。すべての子供がありのままを愛されるためには、子供に関わるさまざまな大人が目の前の子供に安心して愛情を注ぐことができる環境を作ることが大切になります。お互い様と言って、できる人ができる時にできることをして、大人同士がつながり、地域で支え、町全体で愛情を土台として乳幼児期の子どもを育みたいと思います。続いて自然についてです。乳幼児期は人生の中で興味関心の対象が広がる時期であります。自然の面白さ、美しさ、不思議さなどに直接触れ、五感、嗅覚や触覚や味覚や、そういった五感を大いに使う経験を通して、さまざまな感情や心を育みます。自然についても3つ大事にしたいことがあります。まず1つ目です。自然の面白さ、美しさ、不思議さを感じる。植物に触れたり、色や形の違いに気づいたり、匂いや感触を味わったり、身近な自然に触れて遊ぶ機会が増えてくると、その面白さや不思議さ、美しさに心を動かされるようになります。このような経験を繰り返して、さまざまな事象に興味関心を持つようになっていくことがとっても大切です。2つ目です。自然と触れ合い、豊かな心を育成する。自然との出会いや触れ合いによって、興味や関心、豊かな感性、好奇心、探奇心、思考力、表現力の基礎、美的感覚、科学性の芽生えなど、たくさんのことが培われます。痛みは豊かな自然があります。日々の生活の中で子どもがいつでも自然を身近に感じられるようにするなど、自然との関わりを大事にし、子どもに豊かな心を育みたいと思います。3つ目です。自然に対する畏敬の念を持つ。子どもは命あるものの世話をしたり、身近な動植物と触れ合ったり関わったりすることを通して、命に親しみ、大切にしようとする気持ちを持つようになります。時には自然事象、台風や地震など、そういった自然の厳しさや脅威を感じ、自然の偉大さを知ることもあります。このように自然との関わりを通して、自然に対する畏敬の念を持つこともとても大切です。それでは続いて言葉について説明をします。乳幼児期については、表現力やコミュニケーション能力の基礎を育むためにも、次の3つを大事にしたいと思います。まず1つ目ですが、温かな語りです。乳児期の子どもに語りかけたり歌いかけたりすると、語りかけ自体は一方通行に見えますが、子どもは笑ったり、目で追ったり、指をさしたり、いろいろな姿を見せます。乳児期の子どもは言葉を話さない時から、身近な人との関わりの中で温かな語りかけを通して、コミュニケーションの基礎を育んでいきます。次に2つ目です。美しい言葉の文化との豊かな出会い。言葉は単に意味や内容を伝えるだけではなく、響きやリズム、ゴロゴロゴロといった言葉を繰り返すリズムの楽しさ、うんとこしょ、
どっこいしょといった言葉の音の響きの楽しさ、そういった音としての楽しさや美しさがあります。絵本や紙芝居、温かな語りの素話との出会いは、想像する楽しさを育むとともに、言葉のさまざまな楽しさや美しさに気づきながら、言葉の感覚を豊かにしていきます。次に3つ目です。しなやかな表現。子どもは嬉しいことや楽しいこと、自然などの身近な環境と関わり、心を動かす出来事に出会い、自分の気持ちや考えを身振り手振りや言葉などで表現しようとしています。幼児期の言葉の発達は個人差が大きく、表現の仕方も最初は自分本位なところがあったりします。しかし、温かな人間関係を基盤にした周りの人との関わりの中で、他者の表現や言葉に触れ、相手や場面に応じた表現の仕方を少しずつ身につけるようになります。自分の気持ちを表現する喜び、身近な人や人とやり取りする楽しさ、相手の気持ちを思いやる優しさなどを知り、人とつながり、しなやかな表現力を身につけてほしいと願っています。以上、これら愛情、自然、言葉を3つのキーワードとして、イタニの幼児教育を進めていきたいと思います。この、イタニの幼児教育ビジョンですが、ホームページにも掲載しておりますので、またゆっくりとご覧いただければと思います。これで今日はイタニの幼児教育ビジョンについてのご紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。